お花紙とビニール傘を使って吊るせるふわふわのしだれ桜を作りましょう。桜や桃色のお花紙を2枚重ねにして半分に切ります。それを6等分の蛇腹折りにします。たくさん作る場合は挟むだけで簡単に蛇腹折りができる型紙を使うといいです。蛇腹折りにしたものを半分に切り真ん中で折ります。これを桜の花びら半分の形に切ります。切りくずも捨てずにビニール袋などに入れておきます。真ん中をホッチキスで留めたら2枚重ねになっているお花紙を開いていきます。開いたら真ん中を指で押さえます。これをたくさん作っておきます。花の真ん中に糊をつけ吊るすための糸の端を置いた上から切りくずを押し付けて貼ります。二つ目からは糸をこのように置いて貼ります。吊るす方の端は輪にしておきます。輪のところにマスキングテープをつけてクリアファイルなどに貼っておきます。それをビニール傘に間隔を空けながら貼っていきます。全体に貼るとこんな感じです。このまま旗立て竿などにくくりつけて飾るとしだれ桜の木のようになります。傘なので畳んで持ち運ぶことができます。持ち手を上にして壁や天井に引っ掛けて飾ることもできます。スペースに合わせて傘の本数を変えていろいろな飾り方をお楽しみください。